ペドロルイス・デ・オルレアンス・イ・ブラガン・サイ・リグネは、ブラジルの旧皇帝家・ブラガン・サケの子孫の一人。バソーラス系オルレアンス・ブラガン・サケの当主、ルイス・ガスタン・ノーイで、将来的にバソーラス系ブラジル定位請求者となる、ことが確実視されていたが、2009年6月に、エール・フランス447便墜落事故の犠牲者となり、創生した。全名は、 ペドロ・ルイス・マリア・ジョゼ・ミゲル・ハファエル・ガブリエル・ゴンザーが、バソーラス系ブラジル定位請求者、ペドロ・エンリケのムツオ・アントニオ・ジョアンと、その妻で、ベルギー貴族のリー・ニュコー、アントワーヌの娘、クリスティーヌの間の第一子、長男として生まれた。父、アントニオの七人の兄弟のうち、兄弟五人が、既選結婚により家督相続権を放棄し、他の二人の兄ルイス・ガスタント・ベルトランドも、 独身を通したため、ペドロ・ルイスが次世代の家督相続人になることは、幼い頃から決まっていた。1993年に、ブラジルで、君主制と共和制のいずれを選択するかを問うた、国民投票が実施された時、極右的な傾向で知られていた、ルイス・ガスタント・ベルトランドは、一部の君主制支持者や他の兄弟たちから、 家督の地位を放棄して、アントニオ・ジョアンとその息子のペドロ・ルイスに家督を譲るよう迫られた。選挙中、わずか10歳のペドロ・ルイスは、父と共に、停政復古のキャンペーン活動に姿を現した。ルイス・ガスタント・ベルトランドは、弟とその幼い息子に家督を譲ることが、停政復興への近道であることは認めたが、実際に引退することはなかった。結局、 立憲君主制への移行を支持したのは684万551票、全体の13%に止まり、訂正復興はならなかった。ペドロ・ルイスは、ブラジルとベルギーの二重国籍を有し、ポルトガル語、英語、フランス語を自由に話した。バソーラス系の皇帝家は、ライバル関係にあるペトロポリス系の皇帝家と違って、宮帝質量を共和国政府から割上されておらず、 一族の暮らしはつつましやかであった。2001年から2005年までリオの私立大学で経営学を専攻し、ジェトリオバルガス学院で経済学を学んだ。2007年末よりリオのマリアーニ銀行で働いた後、ベルギーに移って BNP パリバに入社し、いくつかの会社の経営コンサルタントも務めた。2009年5月31日、ペドロ・ルイスは 里帰りして家族に会った後、ルクセンブルクに向かうために、エールフランス447便に登場した。翌6月1日、ペドロルイスは、他の227人の乗員と一緒に墜落事故の犠牲となった。意外は、海から引き上げられ、バソーラスにある一族の霊廟に葬られた。ペドロルイスの死により、バソーラス系ブラジル帝室の次世代の後継者は、 彼の唯一人の弟ハファエルとなった。ありがとうございます。